こんな感じです。明日のお弁当。もうね、一時回ってます。明日は仕事なのにさ。こんな遅いです。昆布と、焼き鳥と、ネギですね。こういうのでやってみました。ちょっと待ってね。捨てちゃったかな。これ、まぶして焼くだけ。炭火焼き風、焼き鳥。これうまいですよ。最初にね、炭火の粉みたいなのがあって、それを鶏肉にまぶして、その後タレで焼くんですよ。そうすると、地鶏っぽいですね。こんなの食べてみたいですね。鹿児島の地鶏みたいな感じ。うまかったですよ。食べちゃったんです。なんでこういう状況になってるかっていうと、録画したんですけど、撮れてなかったっていうか、ファイルが壊れちゃう。で、ビールはこれなんですよ。ブデオビツキブドバーっていうやつね。バドワイザーの語源になったやつ。遠いよな、ずいぶん。どんな伝言ゲームだよ。これね、辛口で美味しいです。俺は好き。うまい。取れてなかったのは残念ですね。なんか見てみるかな。困った時の、動画コメントまとめサイト、まとめサイト、シチューをご飯にかける家庭は汁物を何でも飯にかけるような仮想鮮民っていうのかな、これ。まあとにかく底辺ってことなんでしょう。まあ、別にそれがその人の偏見だと思うんですよね。マツコデラックスが言ってんですけど、俺はかけちゃうね。丼にかけるでしょ。かけない？シチューないんだよね、お店で。なかなかシチューを丼にかけるって家庭ではやるでしょ。別に一人暮らしなんだから別にいいじゃんって思いますよね。TPO なんて別にいいじゃん。美味しくてさ、まずいんだったら問題あるけど、美味しいんだ別にいいじゃん。よくやってたよ俺。俺のさ、大学時代のレシピとかやってく？貧乏レシピみたいなやってく？青春の食卓みたいな。もう先輩によくね、パシリみたいなさせられてた。1年の時って、やっぱり1年って言ったらもう虫キラですからね。大学で言ったら4年は神だけど1年は虫キラ。そんな感じじゃないですか。だから先輩によく買いに行かされてたんですよ俺。住んでたマンションっていうのが、うちの大学の人ばっかりなの。そういうわけじゃないんだけど、一般のマンションだからいろんな人入ってるんだけど、ほとんどねうちの大学行ってるやつ、で大学の裏の方にあったんだよね。でよくさ、俺先輩に買いに行かされてたんですよ。コロッケ買ってこいって、お前買ってこいと。でその先輩は大好きなのが、俺もその人の影響なんですけど、丼でパスタでコロッケを乗せてだし醤油。俺はそれ納豆だった。その当時から俺納豆好きだったんです。全然好きだった。高校ぐらいから好きだった。それまでは納豆イコール貧乏人の食事みたいな感じで俺好きじゃなかったんですけど、地元にね納豆メーカーがあるんですよ。昔からあるんですけど、昔はね、その直売所みたいなのなくて、お店に並んでたのを買ってたんだけど、今はね直売所みたいなのあって工場に行って買えるんですね、そこは。豆が柔らかくて好きだったですね。まああれの走りですよ。今の安いあるでしょ、納豆タレとか醤油がついてる、だし醤油がついてない、あれの走りですね。当時もそういうのあったんですよ、地元のやつはね。だから今でも実家に帰ったらそれがあったりするけど、豆が柔らかいんで好きですね。大粒なんだけどうまいです。豆っていうのは納豆のね、小さい方が絶対うまいんですよ。けどね、そこはね柔らかいし
でかくても美味しかった。